2本目、結局人ってどこに行ってもどんな仕事になっても結局やりたいこと変わってなかったら動きは変わらんわけよ。だから自分の信念はさ、曲がらんわけじゃん。やりたいことやるし、やりたくないことからは逃げるはずなわけよ。それがもうなんちゅうのかな、素直に生きるっちゅうことで合ってるっちゅう思うし、そうしないと生きてられないからそうしてるとも思ってて、それでいいんじゃないかなって私は思う。私は自分の中でじいちゃんばあちゃんのことは自分が大丈夫な状態であって、ばあちゃんたちも大丈夫な状態であって見れてた時に見れたからもう悔いはない。でも欲を言うんだったら、近くで1ヶ月に1回会えたりとかしたら嬉しいぐらい。全面的にはもうできないっていうのも分かってるし、自分も一応介護度介助に要介助にってなってるから、養子縁だ、養子縁にになってるから、だからなんか自分の立場をちゃんとわきまえつつっていうのはちゃんと思ってる。でもうちゅうことはさ、お母さんってじいちゃんばあちゃん3人とゆかり4人を見とったってことになるわけよ。まあ、ゆかりは洗濯物干したりとかもまだできとったかもしれんけど、その中でもさ、幅があってからに養子縁、だって店ばちゃんだって養子縁だったからね、養子縁2だったからね。まあでも老いというものは、その私なんかみたいに若ければさ、これはできるよね、あれは頑張ろうねって言えても、老後はできなくなっていくのが普通なわけ。だから誰かがサポートしないといけないし、自分たちができないってなっててもやんなきゃいけない状況があったりする。で、ある程度頑張ってないと施設に入れることも、入れるまでがすごい大変だったりする。で、入れる前の発見するときにすごいショック受ける。発見したときに、あげえもうじいちゃんばあちゃんこんなできなくなってるがね、手伝わんばーってなるときが、気持ちの焦りとか自分何やっとったんだろうとかがすごいよ。だからゆかりは何回でも書き込みとか動画でも言い続けるけれども、会いに行ってあげてくださいっていうのはすごい言う。なんかね、自分が後悔とかショック受けたから、それをみんなにもさ、まだ間に合う時に見つけてほしいから、そうやって言い続けると思う。そこは信念持って言うわ。で、おざなりになったような時もあったかもしれないけど、それはゆかりが自分の恋愛とか生活をなんか優先させたかった結果だよね。それとばあちゃんに対しての怒りとか、なんちゅうの、おごりとかもちょっとあったと思うわ。だから反省もするけれども、今は他の人たちに見てもらってて幸せ、ばあちゃんも幸せだし、ゆかりもあ、やっと自分のことに集中できるみたいなのがすごい強いから、なんか大事な時間、大事な人生を預けてて、私の時間をもらっててっていう考えで、そういうスタンスで私はいるんだけれども、お母さんもやっとそれで民泊をすることができて、お父さんも出張に行ったけれどもそれでもやっていけてて、姉ちゃんなんかも結婚もしたし、次はゆかりかなって思いつつも、お母さんが許してくれなさそうだなって思いながら、でもそういう形ではなくても前のようにとか、食事だけでもいける関係になりたいなっていうのがゆかりの今の思いです。ちょっといろいろ混ざって喋っちゃったけれども、なんかゆかりは自分の思ってることを
話さないとき全然話さないから、やっぱりこうやって動画を撮っておいて、こんなことを思ってるんだよっていうのを残しとくのはすごい大事と思ってるから、こうやって動画に撮って残しとくね。今日ちょっとタロット引いてみようかなと思います。少しだけなんだけれどもね。じゃあ、一回切ります。